ミッション開始。敵ネクスト2機を排除する。1機はノーカウント、もう1機は四脚の不明ネクストだ。何をしてくるかわからんぞ、気をつける。分かってる、やることはやるさ。約束は守れよ、一発ガン。面倒はごめんだ。ネクスト、ノーカウント撃破。ミサイルカーニバルです。派手に行きましょう。巻き込まれないでくださいね、分発ガン。敵ネクスト、3機目だと。聞いていないぞ。クソ、いい加減な情報を。何のためのブリーフィングだ、バカバカしい。四脚の不明ネクストを撃破。まだ負けます。落ちません。全目標の排除を確認。ミッション完了だ。イレギュラーか、気な臭い。資本の支援なしでネクストを動かせるはずもあるまい。ミッション開始。不明ネクストを撃破する。パートナー、フラジール短期でも配率はほとんどありません。あなたは戦わなくても構いませんよ。では始めましょうか。首輪付きがシダム、ちょうどいい。アームスポートにも飽きていた。至福のうちに果てるとは、これも戦を甘く見た報いか。不明ネクストの撃破を確認。これで終わりですか。なんとあっけもない。ミッション完了だ。それなりになったじゃないか、お前。7月、オークにとって突然にそれは起こった。正体不明の複数のネクスト機によるアルテリア施設の同時襲撃。そのほとんどは成功し、クレイドルはよって立つエネルギー基盤も大きく揺るがされた。そしてオルカ旅団と旅団長マクシミリアン・テルミドールの名でごく短い声明が世界に発信される。トゥーノーブルズ、ウェルカムトゥージアース。それは全ての空に住む人々への明確な宣戦であった。企業は安全な経済戦争を放り出し、狂気の反動勢力に対することを余儀なくされ、人々はおぼつかない足元に初めて気づいたかのように、それを恐怖するしかなかった。防衛部隊が全滅。20秒足らずでか。ノブリス・ノブリージュ、青いイレギュラーを排除する。不明ネクストを排除するぞ。警告はしたはずだが、あなどられたものだ。私とアステリス、ネクスト一機で何をするつもりだ。大胆に過ぎたな、イレギュラー。私はあなどられた。すまんな。もはや共に長寿の叶わ。敵ネクスト撃破を確認。終わりだな。いや待て、まだだ。ご丁寧に増援か。不明ネクスト、もう一機いるぞ、気をつけろ。まさかジュリアス・エメリーが破れるのか。メルツェルの宣言も凄まじい。まあすでに手負いだ。アルテリア・カーパルスはオルカとプレイグループがもらい受けるとしよう。まさかこれほどとはな。所詮二流だったということか。
クラスのネクストが動くとは。反動家どもめ、何を考えている。クレイドルを守るんだ。バカな、なぜこんなことができる。これで2000万ほど死んだか。撃破する。敵ネクスト、ガチリンに注意しろ。こちらルーラー、今日のところは味方に。無駄は好きじゃないの。始めましょう。エーレンベルク破壊、残り2機。メルゼルの小僧の、きつい仕事を押し付ける。奏者法を攻めるとなれば企業の連中も真剣だろう。ああ、こいつの実戦テストがちょうどいいわ。森があれば木の葉も隠しようがある。敵ネクストのテストトーラスのアサルトチャレンジ、気をつけて。あれの威力は規格外です。まったく厄介なことになったものね。それで勝てる道理がない。なるほど、リンクスだ。テルミドールが気にするわけだな。まさかここで終わりとはな。止めろよ、メルゼル。敵ネクストの撃破を確認。残りはエーレンベルクだけだ。もはや大した障害もあるまい。さっさと終わらせるぞ。エーレンベルク破壊、残り一機。敵増援を確保。最悪の異物まで持ち出すとは。いさかいなしか。覚悟しろ。あれの動きは尋常ではないぞ。ミッション開始。オルカ旅団本体を排除する。レイテルパラシュ、ウィンディファンショナル、一気に敵ネクストを叩く。遅れるなよ。
オルカリオナ・メルツェルだ。ビッグボックスへようこそ。歓迎しよう。盛大にな。はっはー、まだまだいけるぜ、メルツェル。へっ、ここまで。悔いはねえ。楽しかったぜ、メルツェル。敵ネクスト、撃破を確認。単純バカな。死んで治るみたいなのもあるまい。潮時かも。麻痺。もはや私も無用だ。人類に黄金の時代よ。敵ネクスト、撃破を確認。ミッション完了だ。ミッション完了か。でかい墓標だ。奴ら皆でも不足はないな。企業とオルカの戦いは、世界最大のアルテリア施設クラニアムをめぐり急速に収束しつつあった。だがこの最終局面において企業は突如態度を翻す。その消極的な姿勢は事実上の不干渉にも等しかった。ある密約、企業はオルカを黙認する。その代わりに企業首脳の生命を安堵し彼らの過去を取得する。オルカは打算家たちの性質を知出していた。自らが確保されるのであれば全てをかける価値などどこにもない。すべからく破壊からの復興は経済成長の土壌なのだから。今やオルカを止める者は何もなかった。ただカラードに従わず独自に動いたウィンディ・ファンションとそのパートナーを除いて。もうすぐクラニアム中枢だ。あなたには感謝している。嬉しかったよ。存外甘い男なのだな、お前は。まあそんな傭兵も悪くないがな。お前たち、やはり腐っては生きられぬか。テルミドールをクラニアムに失い、オルカ旅団は急速に瓦解していく。企業は二人のリンクスにきらびやかな賛辞で報いると、オルカの残滓を追い立て統治者の威厳を世界に知らしめる。尊い平和は守られた、そう彼らは宣言した。
クレイドルは悠然と空を漂っている。全てを忘れられる幸せな人々を抱きながら